何ちゃんくんはよ。はい、ぽんちゃんはよ。ぽんちゃん。ジャック、ポンちゃん。仲いいね。仲良しだね。いいね。なんかこんなのが始まっていますよ。これは、ここに。ハロウィーン。ハロウィン。そう、ポンちゃん。まだ準備中。ポンちゃんがあったので昨日買ってみました。よいしょ。じゃあ開けたらもう一回撮ろう。うん。はい、ハロウィンでございます。ポンちゃん、ポンちゃんケーキハロウィンで。これはチョコレート。そしてこっちはキャラメル、キャラメル、キャラメルマロンケーキ。はい、ということはチョコレートはおっさんだね。まあね。いただきまーす。ハロウィン。本物の黒猫ポンちゃんが移動。ハロウィンエリアに入りました、ポンちゃん。ポンちゃんはハロウィン似合うね。ポン。ポンちゃん。今日はですね、生配信の夜の部っていうのを7時から始めているんですが、今7時20分で停電です。停電のため全然ダメになっちゃっています。みんなはなんだなんだってなってるだろうね、うん、うちの場合はですね、これなんかはまだ電源ついてるしコンピューターもついているんですが、いわゆるその普段から充電器を使っているんですね。それを昨日、モデムを入れ替えたところでですね、モデムの電源を、その充電器の方から取るのを忘れておりました。一番そっちが大事じゃんね。何にも関係なく、電源が余ってるところに入れといてくださいみたいにして、係の人に設定してもらっちゃったので、これで配信止まっています。これ多分みんな何何ってなってるね。停電はこの家の周り、何丁目だけみたいな狭い地域で起きているようです、うん、こういう狭いところで起きてるってことは電柱なんだよね、きっとね。そうなの？電線が切れたとかだろうな、台風でもないのに。ひょっとしてさ、うちのせいだったりするかな。うちが工事したから光をさ、新たにまた引くときにいじったじゃん。だと嫌だな。そんな、まあ、わからないけどね。プロの人がやったのにそんなことなる？さあ、わかりませんが。NTT さんがやったんだよ、だって。そうね。プロの人だよ。さあ、ジャン君ということで、出てきたね。面白い動画に今なっちゃってますが、このピーピーっていうのもなんか悲しく鳴り響いております。いつまでピーピーは持つのかがちょっと、そうだね。これがなくなったら Mac も消えるってことだよね。そういうことになるね。うん。
さあということで、いつ戻るのだろうか。ハロウィンっぽい映像になっています。今もうどのぐらい経ったかな、30分以上、停電の状態が続いています。コンピューターも落としました。なんかね、充電している電源なんですが、ピッピッのスピードがすごくさっき速くなってですね、もうダメって言い出したので、繋いでいるものを全部今切りにかかっています。そしたら少し戻りましたが、って言ったらもう充電の意味ないね、全部切っちゃうんだったらね。さあ待つしかないでしょうね。これは情報が全く取れなくてですね、iPhone でネットを見ようと思ったら、うち Wi-Fi が切れててですね、ダメですね。そして、あれが、いや、はい、じゃあラジオを聞きます。皆さん、慣れてきましたでしょう。これがね、これをなんとか使わせる方法があればいいんだね。ラジオってついてるから、これの電源が取れないわけだな。あ、電池入れるとこついてたりして、あ、ついてる。ちょっと待って。JCOM からですね。あ、電池入ってるよ、これ。電池入っていて、これ電源？あ、読めない。電源かどうかが老眼で見えません。外ではですね、救急車、消防車、どちらかの音がずっと鳴り響いています。何かがあったことは確かだね。時計湿度だった。防災。ラジオ。ラジオ。バッテリーがダメなのかな？あの、電池がさ、もうないんじゃない？入りっぱなし。炭酸4本あるかな？あ、あれがあるね。炭酸4本？2期目で自分が担当するのか、次の人にバトンタッチするのか、なかなか微妙なとこでしょうかね。なるほど、これ次第というところもありますし、これちょっと最後にお伺いしたいのは、まあ、かつて90年代にマイクロソフトを巡る、神奈川県の停電について喋っていませんでした。だったと思うんですけど、そりゃそうだね。時間かかるって話もあるんですが、一方でね、中国、そして、JCOM から、いただいているこの防災用のやつ、これが電源供給がないと稼働しないということが今分かりました。バッテリーなんていうの、電池入ってたんですけど、ラジオならないし、どういうことだろう。本当の警報の時だけに、のためにっていうことなのかな。我が家にはですね、ここの奥に、充電器付きの電源っていうのを持っていたんですが、全部それも切れちゃいました。これに、Wi-Fi を繋いでいなかったので、うるさい気味。ちびちびうるさいうるさい。それが最大の失敗だったね。Wi-Fi モデムを、バッテリーにつないどいて、コンピューターを全部落として、電源をそれだけに集中させて、iPhone やら何やらで聞けばよかった。
あとはしょうがないから iPhone を、Wi-Fi 経由じゃなくてお金かかってもつないでですね、何らか情報を取るしかないですね。それが俺がね、こいつこいつ、あ、そういえばサファリだけだと心もとないと思ってなんか入れたはずなんだよな。 Google Chrome も入ってるよ。 Google Chrome どこにあるんだろう。なんかお母さんのに入ってたから入ってると思うよ。ないんだよね。四角い中に入っちゃってたりするよ。下から出すんじゃなかったっけ。四角い、そのちっちゃいのがいっぱい入ってるところとかに入っつまくまれてたりとかしない。うん、クロームがいたらすぐ分かるはずなんだけど。私電気が消えちゃう。フェイスブックでしょ。しょうがない。サファリがブックパスっていうのを開いちゃって、いわゆるネットの検索に行ってくれないんだよね。なんだろう、これどこをいじればいいんだろう。ブックパス、ブックパスって何。あ、これは違うね。これもその中に入ってる、ね、ここに、ここに検索入れちゃうか。はあ、なんか言ってるね。なんか言ってる。うん、外で。そういうのこそ君が言わなきゃいけないんだよ。ちょっと開けてみようか。うん、音聞こえるように。うん、なんか言ってる。え、これじゃないの。よいしょ。うん、よいしょ。虫出てきた。調査中です。午後9時ごろって言っています。富士ってことはあと1時間弱。はい、原因は不明って言ってたと思うので。わかりました。これで、はい、停電中ですが、だからこそ歌う。そんな、そんなことでいいのか。だってやることないもんね。よいしょ。くしゃ。元気してくれました。あ、手元が見えない。明けの雨はミルク色。